次はマップケースを、もう少し手を入れたいと思います。こんな感じになってます。正面は、ね、なかなか悪くないんですけれども、やはり側面がこのようにのっぺらぼうになっています。実物はどうもこういうものらしいんですね。ここにこういうふうにプリーツみたいになってて、中身の量に応じてちょっと可変的なね、伸びたり縮んだりすることができるようになっているようですね。この辺のこういう段差的なものをちょっと再現してみたいと思います。縁を残すようにね、筋を入れていくということなので、ゆっくり少しずつ、ナイフを走らせていきたいと思います。少しずつ少しずつね、こう動かしていくとだんだん太くなっていくのが分かりますね。少し筋がつきました。今度はじゃあこっち側からね、同じことをしたいと思います。こちらも少しずつ少しずつ、ちょっとね、マップケースの縁みたいなのがね、形ができてきた気がしますね。落とさない。よいしょ。こんな感じですね。少し立体的になってきました。細いのが入りました。そしてこのような感じで取り付けます。プラペーパーの細切りをちょっと使ってね、ここのこういう風なループをね再現しておきました。ここでね、なんか皮がたるんでるようなね、モールドになってるというか造形になってるので、ちょっとパテでね、修正しておこうかなと思います。パテをちょっと練り込んで、なんかそれらしくちょっとなったらいいんじゃないでしょうかね。はい、これでマップケース出来上がりですね。